次回の授業では今日渡した何？何してんだ、そんなところに立ち尽くして。雨宿りをしていたんです。先生はどうしてこちらに？教官室から見えたからな。迎えに来てやったんだよ。この傘見ればわかるだろうが。途端にそうやって素直に返すんだもの、やっぱりずるいし意地悪だわ。先生は何でもお見通しですね。そんなことはねえよ。今だって戸惑っている。何にですか？さあな。俺が昔こうしていたら、迎えに来てくれた人がいた。日下先生の昔の話？先生、聞いてくれるか？はい。もともと陰陽気っていうのは鬼の中で格が低いものとして扱われてきた。まあ生きづらい扱いを受けてきたわけだ。だから陰陽気は山奥に集落を作って暮らしていた。もともと数もそれほど多いわけではなかったから、それでこと足りた。名前通り隠れるようにひっそりと生きていたんだ。
身を寄せ合うようにしてな。だがそれがあだになったな。まさかあんなことが起こるなんて。こんなところに里があるとはな。一網打尽にできてよかったぜ。何人かは逃げたようだが、何にしろここには住めねえだろうな。それにしても里一つ潰すのにこんな大軍で押し寄せるなんて、自分の主人ながら恐ろしいぜ。まったくだな。奥方を殺されて黙っていられなかったんだろう。気持ちもわからなくはないが、こっちが真っ向から向かっていっても勝てやしねえよ。現にこっちにも被害が出てんじゃねえか。まあな、行方不明のやつもいるし。里一個火にかけるくらいでちょうどいいって寸法さ。これで民への示しも作ってお考えだろう。それにしてもあんな小さな子供まで手にかける必要はなかったんじゃねえのか。母親も最後の最後まで赤ん坊をかばって泣き叫んでいたっけな。とはいえ殲滅しろっていうお達しだからな、従うしかねえだろう。俺たちはこうして仕事をしたわけだ。これで給金も上がる。あなた、鬼の子ね。
そんなに怖がらなくても大丈夫。ここでは誰もあなたのことを害したりはしないから。私の家にいらっしゃい。切な人だ。あの時あの人が来てくれなかったら俺はここにいないだろうからな。今日は先生が私を迎えに来てくれましたね。一人ぼっちだった私のところに先生が来てくれました。そんな大したもんじゃねえよ。俺はお前が濡れねえようにと傘を。された方にとっては大したことなんですよ。先生にとってもそうだったでしょ。その女の人が傘を差し掛けてくれた時、自分は一人きりじゃないんだとそう思いませんでしたか？思ったな。確かに。もうそんな顔はしてほしくないわ。もっと強くなればいい。先生に頼ってもらえるように。少し小雨になりましたね。そろそろ行きましょうか。信じてもいいよな。悪い。今だけこのままで。もう少しだけそのままいてくれ。